車の買い替えを検討しています。今回は人生で初めて外国の車を買ってみたいなと思いました。というか奥さんの希望です。まずはプジョーとシトロエンに行ってきました。プジョーでお目当ての車はリフターという車です。お店に入ってすぐに飾ってありました。最近人気があるみたいですね。リフターはプジョーのレジャーアクティビティビークルでキャンパーにも人気です。そう、我が家はついにキャンプに手を出そうというのです。リフターはショーケーステアリングが採用されていてクイックな走りが楽しめるそう。室内の質感もなかなかなものです。ハンドル形状がかっこいい。後部座席も広めですね。リフターは天井がガラス張りになっています。かっこいいと思います。開放感がすごい。もちろん荷物もめちゃくちゃ乗ります。なんかこんなところにも収納が。当然シートアレンジもできますね。続いてシトロエンに行きました。ここではプジョーのリフターの兄弟車ベルランゴを見ていきます。リフターに比べるとなかなかスマートな顔をしています。好みはこっちかな。室内はプジョーに比べるとマイルド。とはいえ十分な装備と広さを兼ね揃えています。ちなみにリフターもベルランゴもエンジンは同じ。最高出力130馬力 1.5 リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンに8速オートマの FF です。燃費はともに18キロくらい。多分実際には14キロくらいだと思われます。次にルノーへ。ルノーではカングーを見てきました。こちらはリフターやベルランゴに比べるともう少し商業車に近い印象。おしゃれさではやっぱりプジョーかな。とはいえ見た目も悪くないです。そして観音開きのトランクもかなり広いですね。さてカングーは試乗もしてみました。ドライバーはオーナーになる予定の奥さんです。まず初の外車ということでレクチャーを受けます。基本的な操作は日本車と大きく変わりませんが、最も大きな違いはウインカーです。そう、外車はウインカーが左レバーなんですね。日本人はウインカーを出そうとするとワイパーを動かしてしまうので注意が必要です。さて、出発していきましょう。ほら、早速ワイパーを動かしていますね。日本人あるあるです。実際に乗ってみるとディーゼルならではのガラゴロした感じはなく、ビリビリした微振も少ない。 もちろんマツダのディーゼルに比べると少々乱暴な感じはあるけど、思っていたより全然マシ。奥さんも特に乗り心地に文句はない様子。ボディサイズは横幅が 1860mm とかなりワイドだけど、それを感じさせない。奥さんもそこまで怖い感じはしないと言っていました。とはいえ今の愛車のシエンタより 200mm も大きいので油断は禁物です。いろいろと検討した結果、次に買う車は決定しましたが、お金がないのでまずは頭金を貯めたいと思います。